おい、俺にもくれ。腹が減って仕方ないんだ。こっちにも、もう何日も食べてないのよ。押さないで、大丈夫だってまだあるから。あの、量が少ないから一つずつしか。ごめんなさい。いいとこに来た。ちょっとこの辺の人たちを並ばせてくれないかな。サンキュー、助かるわ。いや、思ったよりヤバそうでさ、ちょっと二人じゃ無理っぽいわ。あのね、みんなご飯とかないみたいなの。だからほんの少しだけだけど、ジプスの食料分けようって話したんだけど。ああ、ダメダメ、絶対に内緒な、内緒。誠さんとかに、あっと。どうしよう、こんな騒ぎになっちゃう。しかも、全員分なんて全然足りないし。おら、どけこら、ぶっ殺す。なんだ、なんか向こうで。この食料は俺らのもんだ。俺の悪魔に殺されていいか。どうしよう、あの人たち召喚アプリ持ってる。食料を、うりゃ、食料確保だぜ。あいつ、どうする？あいつら食料を持って。うん、あんなの許せない。ダメ、絶対。待ってよ、新田さん。俺も、きしょー、配給なら戦いとかないと思ったのに。待ちなさい、食料を返してください。バカめ。なんだよこれ。おい、てめえら、そいつらを足止めしろ。俺たちはその間に逃げるぜ。あそこまで行けば大丈夫だろ。任せとけ。こらクソガキども、おとなしく帰らねえぞ。やべえ、どうしよう。とりあえず食料は諦めて。ダメだよ、絶対にダメ。あの人たちを捕まえなきゃ。似たシャン。ちょっと待って、威勢がいいな、ジョーちゃん。だったらちょっと怖い目に遭っちゃうぞっと。リオちゃん、大地、ちょい待ち、今そっち行くで。
疲れた。無理。もう無理。うん、お疲れ様。ありがとう。おかげで食料も取り返せたよ。いやでもなんとかなったな。まさかあんなこと考える奴らがいるなんてさ。でも仕方ないのかも。だってこんな風になっちゃってご飯とかも。なんつうか街の雰囲気どんどん悪くなってるよな。荒れてるっていうか。ちょっと食料配っただけじゃ全然無理な気がするわ。これからもこんなことが。あ、いや、とにかくさ、一応懲らしめられたし、今回は良かったよな。お前も来てくれたし、ほんと助かったわ。うん、そうだね。本当にありがとう。やっべ、そうだ、トラック取りに戻んなきゃ。じゃあ、俺たち行くわ。あ、うん。じゃあ、後でね。どうしたんバンコ、ぼーっとして。ああ、ヒノコ、別に何も。なんか大変なことになってるから。東京も大阪も。ああ、うん、せやな。町に残っとる食料も減ってきて治安が悪化しとるわ。それにジプスに対する反感、そんなんも強まってるみたいやな。やだな、なんか仕方ないことかもだけど。メール？うちとバンコ、それにあんたも？まさか。死に顔動画、ジョーさんどこにいんのよ。あ、そっか、よし。だ、もうダメだ、繋がらない。何してんだよあの人。どうしたんだろう、このままじゃジョーさん。あ、うん、そうだね。だったら、ちょっと待って。動画に映っていたのは。あ、分かった。これ、名古屋だよ。名古屋のセンタリングパーク。ほんまに、バンコ、センタリングパークで間違いないねんな。間違いないよ。そこで、アキエさんが。よっしゃ、じゃあ早く行こうぜ。ジョーさん見つけねえと。いないね、ジョーさん。まだ来てないみたい。ちくしょう、どこにいんだよ。もう携帯も繋がんないし。きっとまだ大丈夫。頑張って探そう。今度はジュンゴが助ける番。必ずジョーを見つけなきゃ。まあだよな。
普段は呼んでもないのに来るくせに今日に限ってなんで。やめたってちょ。この声もしかして。ああ、行ってみようぜ。あいたた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 、何しよる。暴力は反対だがや。ビンタされたくらい何よ。こっちは死にかけたんだから。命に変えても守ってやるとかなんとか言ってたくせに、さっきのあれは何。いや違うんだって。俺じゃ悪魔を倒せんだろ。だから助けを呼ぼうとしてさ。で、私を置いて全力疾走。嘘つきなさいよ。あんた逃げる途中、一度こっち振り返って手合わせて拝んだじゃない。いや違うんだって。あれは相撲で言うところの猫魂ってやつで。はあ、バカじゃないの。そんな言い訳聞きたくないわ。ああ、なんだありゃ。ジョーさんじゃなかったね。どうしよう。ああ、そうね。かなりどうでもいいけど、ほっとくのもあれだよな。だから違うんだべ。あれは俺なりの愛情表現で。もう言い訳はたくさんよ。絶対に許さないんだから。お取り込み中すみませんが。うるさいわね。何なのよあんた。俺にキレられても。その喧嘩すんなら別の場所でした方がいいと思うよ。ここだとちょっと。はあ、ほっといてよ。ここは公園でしょ。何したって自由じゃない。そうなんだけどさ、多分ここしばらくしたら悪魔が出るから。悪魔？マジかよ。せっかく逃げられたのに冗談じゃないがや。また逃げた。待ちなさい。何なのよ。さっき私を逃がしてくれたハンチング男を見習いなさい。行っちゃったね。大丈夫かな。大丈夫。純吾の親方言ってた。喧嘩するほど仲がいいって。それ言ってた。ハンチング男ってジョーかもしれない。あ、そっか。そうかもしれない。それじゃあもっとこの辺を調べればきっと見つかるはず。頑張ろうみんな。あんた、こっちはダメだ。向こうに悪魔がおる。逃げ遅れたもんが何人かいる。情報と言うてもとにかく逃げた方がええがね。みんな、あれ。ほら、急げってば。死にたくなきゃ逃げるんだよ。なんとか逃げ切れたか。待って、もう私足が。まずい、悪魔が。いやよ、そんな。くそ、なんてこったい。まずいな、このままだとみんな。こりゃきつい。ちょっと無理かね。
あ、おお、ナイスおタイミング。ちょっと今俺の携帯ダメでさ、この人たち助けてやってよ。ああ、もちろん俺もね。民間人は早く逃げろ。悪魔は俺に任せるんだ。あれはジョーか。おい、早くこっち。お、クリッキー、どうすりゃいいんだ。あっちは君で、あっちは、お、え、あ、あ、お、お、わかった。今そっち行く。仕方ない、俺はこちらから回って援護する。
うめえ。参った参った。まさかこんなことになるとはね。あ、実はさ、気づいたら携帯が電池切れてて。で、電池切れ？アホかあんた。参っちゃったよ。俺ってシティボーイだからさ。そこ来て悪魔に追っかけられている人たちに会っちゃったんだな、これ。信じられんアホだな。だがその勇気は素晴らしい。おお、クリッキー、君もありがとうさん。おかげでこうして無事ってやつよ。ほれ、クリ。まあいい。だが無茶するな。俺たちがいなければ死んでいたぞ。お、気に入った。いや大丈夫、これからは気をつけると思う。大丈夫かな。まあなんとかなるって。君も素晴らしかった。やはりジプスにはもったいない。無理強いはしないさ。では俺はこれで。あいついいやつだな。でさ、なんでここにいるの？わわ、参ったね。俺もしかして死んじゃった？いやー、でもなんていうか、君を見る時まで俺死ぬかなって思ったよ。だからさ、ありがとね。ほんとすんごい感謝してるわ。あ、安心したら腹減った。なんか食いに行くわ俺。ちゃんと分かってるのかな、自分が死にかけたってこと。どうやろな、ほんま妙な男やわ。まあとにかく一安心やな。あとはヤマトの連絡を待ってメグレゾを倒すだけやで。ああそうね、なんとかなんのかなあれ。まあなんとかしなきゃだけどさ。